そしてアメリカのモセアヌが段違い平行棒に入ります。去年史上最年少で全米チャンピオンになったモセアヌ、コマネチ2世と言われているモセアヌです。全米の期待を一身に背負います。これはシャポスニコワという選手がやった、宙返り、本転をしながら宙返りをしてバーバー持つんですけど、非常にこの選手小さいですけれども大きさのある演技をしますね。身長は137センチしかありません。銀河宙返りも成功。さあそして最後は伸身投げ、伸身ムーンサルトを伸身で行いました。ドミニク・モセアヌ、このオリンピックの直前に行われました全米選手権で、今右足にテーピングをしておりますが、ちょうどすねの部分ですか、疲労骨折をしたということで、このオリンピックにも出場が危ぶまれておりました。今コーチのベラカロリーさんと抱き合っています。ベラカロリーさんはあのコマネチ、そしてマリールーレットンを育てたコーチとしても知られています。ここでギンガー宙返り、全ての運動本当に極限まで狙っていこうとしていますね。そしてこれが伸身のムーンサルト、得点が出ました。 9.812 という高得点に場内はやんやの喝采です。 9.812、